今から数ヶ月前のことです。娘にボーイフレンドができたと私は妻から聞き知りました。何でも駆け出しの若い彫刻家とかで、それは良いのですが、その男が娘より年上にもかかわらず、私たち両親に一言も挨拶に来ないのは、私の勘に触りました。そして、間もなくして、娘がマンションの屋上から、あいつの掘った妙な形の石ころを抱えたまま、中庭に。あっ、すみません、取り乱したりして。でもなぜこんなに辛い涙が流れるのでしょう。娘は私の希望でした。娘は若い、美しさで輝いていました。あなたに娘の敵を討っていただきたいのです。あの男に叱るべき報いを。ちょっと待ってほしい。今の話、殺人だというのか。そのボーイフレンドがあなたの娘を屋上から突き落としたとでも。この街で起こる殺人事件なら、この私の耳に入らないはずはないが。警察はロクスポ調べようともせず、娘の飛び降り自殺と決めつけました。弁護士さえ。しかし家族にだけわかることがあります。娘は決して自殺するような性格ではないのです。私も妻もはっきり言い切れるのです。お願いです。あなたに決着をつけてほしいのです。私が今流しているこの絶望の涙を、のうのうと生きている奴にも味わわせてほしいのです。人生には辛いことも起こる。気の毒だが、そんな相談は無理な話だ。あなたは我々が逆恨みのリンチをする殺し屋だとでも言うのか。あなたは町の人々から頼られています。私は正しい裁きをお願いしたいのです。正しい裁き。花屋さん、さっきあなたは二人だけになりたいと言った。それはあなた自身、自分の話がとてもやばいことと思っているからではないのか。しかしながら、家族だけにわかることがあるというその言葉、軽く扱えないものがある。半年もの間、役人の誰一人としてその言葉に心を打たれなかったとは、私にはとても信じられないことだ。そのボーイフレンド、口を割らせるだけのことはやってみよう。その金は男が有罪と決まった時だけ払っていただく。それでいいですか。ブチャラティさん。